ただいま、やっていきましょう、特殊報道部ですね。はいはい、アブダクションポイントで謎の光に包まれたりょうくんは気づけば楓ちゃんは消え、自分はちかちゃんの恋人になり、特報とは一切関係なかった部署にいるという世界線です。上司は熊崎謎の世界行きましたはい、やっていきましょう。うわー、そっちの方で有名だったのか。一気に顔が赤くなる。あ、いや、あの、別に僕は村瀬さんとは、その、くっ、憎いねー、あのおっぱいちゃんに君はあーなんで、まあね、こんなことまでやり放題し放題なのまあね、まあそうなんですよ、やばいっすよね、持て余すよね女性の価値はおっぱいだけじゃないわよ、プロデューサー、一応言ってきますけど。ああ、綾瀬意外には、うん、浅野と気が合いそう。ってか浅野だよね、綾瀬。もうだから浅野にしか見えなくなってきた、そんな風に言われると。あ、でもあったってさ、なんの、なんの価値もないのにさ、みたいな。そんな感じのこと言ってたよね、浅野。ああ、ちょっと待って。女性の胸には多種多様な使い道が。なんかそんな感じのことを、ホワイさんも言ってたけど。あ、そうですか。どうですか。もう浅野に見えてきたな。ねだまし言っちゃなんだけど、僕だって羨ましいですよ、実際あの子とそんな関係になれるのなら。記憶もないのにそんなことできるわけないじゃないですか、うん、ちょっと元の世界に戻るちょっと前、一歩前でちょっとチカちゃんとラブラブしときたいねそう思っちゃうね。やってもいいのかな、こらこらこら、まあいいだろうけど、この世界なら自慢しし語ってて、今度はそっちで妬むって、どうなのこのおじさん、君どう思う？ん？何？ああ、白ゴンの件で疎まれてるって自慢しし語ってる、それは自慢なのか、それ自慢してたんだ。ああ、いや、なんていうか、なんとも言いようが。まあ、そういうわけで、私たちがそのヒダゴーンで脚光を浴びてる真っ最中の名物美人ディレクター&名物プロデューサーってことと同じく、うん、まあ、りょうくんも有名人か、曲であれば、イチャイチャイチャラブイチャラブイチャラブ恋人カップルみたいな、美人アナウンサーと下っ端下っ端報道部員みたいな感じか。マモルさんは、マモルは君だってもはや我が局を代表する名物局員の一人なのよ。いや、その、それで夢って勘弁してください、別れたら大変なことになるでしょ、そんなもん。あ、そうだ、知ってます、一応は棚橋あやさんでしたよね。あやせんだよね、あやせん。あら、やっぱり知られちゃってる。一度ネタに食らいついたら絶対に話さない、取材をさせたら天下一品、噂の。だからそれ自己紹介しないでも知ってるって言ってるでしょ、彼。どうも、俺はその名物天才プロデューサーのキムタクと申しますじゃあ勝手に改変すんな、キムタクじゃねえだろ、こらこら、記憶が不安定なところに無理やり埋め込もうとするな、記憶を改造するんじゃない、サトリ。面白くない上に、今時小学生でも口にしないようなひどいホラですね、サソリプロデューサー。ああ、名前も出てきてるね、ちゃんと。うわっ、俺もバレテーラ、バレテーラ、悪いことできないもんだな、辛いね、有名人は。じゃと笑いながら彼女たちは手を振って、雑談も早々に区切りをつけて僕と別れようとしたこいつら。マモルさんは、そう、僕と彼女たちは同じ局員であっても部署はだって違う、あくまで違うチームだ。だから彼女たちが会見で妙な失態を晒しても、明けつけに他者から非難されても、それに対して僕が必要以上にかしこまる必要もないのだけど、なんだろう、なぜか一抹の寂しさが僕の胸に狂来する。寂しさ、落胆と言ってもいいのかもしれない。そしてその原因がやっぱり自分でも何一つわからない、理由不明の感情にばかり支配されているようだ。ともあれ、一つだけ分かったことがある。特報はどうやらヒダゴーンを発見できたということだ。よかったですね、サソリプロデューサー、念願のヒダゴーンを見つけられたんですね。別れ際にその一言を残して僕は頭を下げた。その瞬間、二人はこっちを振り向いて、違う、お、本当だ、お、去りかけていたサソリプロデューサーは僕のその言葉に表情を変えてくるりと向き直った。お前、なぜ俺がヒダゴーンを探していたと知っている？君、君、今なんつった？はい、ええ、念願のヒダゴーンに。やっはー、そう、そうそうそう、ああ、ただ単にそういうことか、そういうことか、念願、そう、いいね、嬉しいね、深刻な感じにはならんかったな。君みたく理解してくれるのって珍しいよ、ほんと。え、いえ、あの、ぶっちゃけそこのあやちゃんも、あとマモルちゃんも、分かった、マモルちんの、実際俺がヒダゴーを捕捉するまでどっちかっつうと俺のことバカにしてたの。よかったよかった、分かった、マモルさんもいいのね、ちゃんと。は
いはい、私が悪うございました。もういいでしょ。だってさ、よかった、この世界でもアヤセンたちはヒダゴーンには懐疑的だったわね。よかった、そんなバカなもの本当にいるなんて思わなかったんだから。わかるでしょ。いや全く、いやもう本当ね、誰も祝ってくれなかったのよ。局内ではさ、君だけだよ。いや嬉しいね。別に祝っちゃいないけどな。祝ったことになるのか、あれは。そこのアヤちゃんでしょ、アモルちゃんでしょ、見つけた時は口をポカーンと開けてさ。あれがマモルちゃんね。ああマモルさんもいいの。マモルさんもちょっと離れた位置に。スーツを身にまとった妙にイケメンの青年が無言ですっと近づく。大統領元 SP。 何ですかプロデューサー。いや呼んでみただけ。そうですか。うん、この人も僕は知っている。これだけ局に貢献したっていうのに未だに認めてくれないやついんだよ。はぁ、やだやだ。私だってもう認めてますし、話半分半信半疑でもあるもんだなって反省したわよ。今回ばっかりはどうやら彼ら特報と呼ばれるチームはそのヒダゴーン発見の一件で脚光こそ浴びても疎まれることにもなってしまったらしい。まあ、とにかくさ、君ちょっと一緒に来てちょうだいよ。いや引き抜かれそう、引き抜かれそう、引き抜かれそうだけど熊崎が拒否しそうだな。ああでも僕これから報道部に戻って報告を。ああサソリと熊崎は確かに力は対等だったからな。なんか引き分けみたいな感じでなんか放送リリース会戦ったもんな。なんか俺から適当に言っとくって、どうせあのケチな部署だから電車代だけ渡されてんだろ。車で送ってくから。そんな学生をデートに誘うみたいな、そんな大人の力見せつけてやろうぜみたいな、そんな言い方されても困るんだけど。電車だろ、俺車あるからみたいな感じに言われてもあんまりマウント取れないよ。マウントっていうかあんまり大人の魅力を見せつけられないよ。ただ学生じゃないんだから。そんなこんなで僕は矢をなくサソリプロデューサーに肩を抱かれて、マモルさんの運転、お前が運転しねんかい。サソリはサソリが運転するわけじゃないんかい。マモルさんの運転する車に同乗させられた。いつものメンバーに戻ったね。よかったよかった。あ、いつもの場所ですね。こっちの世界来てなんか変わってる。あ、最初の頃後ろのお面あんなあったっけとか、ネッシー尻尾生えてたとか言ったけど別に変わってなかったね。何も変わってないね。なんだろう、じゃあ職域の相馬は。その部署には僕は初めて訪れたはずだ、はずなんだ。だけどなんだろうこの既視感。ここがかの噂の特報だ。どうだワクワクすんだろう。僕はそのまま直接特報の部署にまで連れ込まれてしまった。とや顔でサソリプロデューサーはこれまでの功績を僕に語り出す。なんでも僕が意識不明で病院に担ぎ込まれた頃、彼ら特殊報道部担当の番組特報である回が爆発的な反響を呼んだという。それが例の、それが九段のヒダゴーンだ。まず放送翌日には有名動画サイトでその内容が丸々アップされたらしい。それ自体は褒められた話ではないが、瞬く間に驚異的な再生数を記録していったというのだ。ああまあ深夜番組だからね、深夜番組だから見てる人限られるもんね、特報は。だから、ね、YouTube とかや、ニコニコ動画とか YouTube とか、動画サイトに転載されて、それで視聴率というか、視聴者がいっぱい増えて、特報の数字も上がったってことか、次の回の。そういう感じね。すると、それまで、よその地方、よその地方では、存在すら知られていなかったこの番組が、在京キー局に注目された。在京キー局って何？よくわからんけど。ほどなく当局に V の放送依頼が来て、ヒダゴーン、そして特報の全国ネットデビューがとなった。これだけでも十分すごい話だ。なるほどね。話題になったから全国放送になったんだ。なるほど。そのバカバカしくも驚異的な嘘か事実かもわからない珍妙な内容が大反響を受け、続く第2弾、第3の特集が急遽編成されることにもなった。ヒダゴーン2、ヒダゴーン3、なんで飛信降臨、ジ・エンド・オブ・ヒダゴーンに、リターン・オブ・ザ・ヒダゴーン、なんだよ、映画じゃねえかよ、ほぼ。映画になり始めてる。番組を再編集したセル DVD は、実写系としては異例の売れ行きで、トップチャートを爆走中だ。もはや、年末の人気お笑い番組をしのいでいた。ガキツカとかか。なるほど。今現在特報は全国つつうらうらの局にライセンスを下ろし、国民的放送として親しまれているとのこと。アナウンサーを務める村瀬さんの豊満な胸を人気の一つだったようだ。そうだね。いやはやてか彼女でしょ、村瀬さんてか彼女でしょ、この世界と。ちょっと見ないうちにこう言い嫌なことし、見ないうち
友はその飛騨山中に潜む伝説の生物、中世では密教の修験者たちが山の神と崇め、最近までその存在は極秘とされている。設定モリモリで持ってくんなお前サソリたまたま見つかった生き物を設定モリモリでやってくんな。そういう設定でした。元からか、元からですか。真意の霊獣飛騨ゴーン、その秘密に迫る。どうだ、ワクワクするだろう。しない方がどうかしてるな。なんかこれね、タイトルの付け方が昭和を感じるんだよ。なんかサソリの付け方がなんかもう昭和なんだよな。はあ、極秘だな。今はある海外プロモーターと組んで、飛騨ゴーン VS 演歌歌手どういうことでなって、おい聞いてる。なんで戦わせるの、何それ、どういうこと、何それ、何それ、なんで戦わせちゃうの。ごめんなさい、僕今プロデューサーの話後半ほとんど聞いてませんでした。だいたい番組名のあたりから。それにしてもどういうことなんだろう。ぶっちゃけ飛騨ゴーンのことは置いといて、というかどうでもいい。この特報部、僕この部屋には初めて入ったはずなのに、なのになんだ、この特報部内の雑然とした様子を眺めていると、ここには初めて入ったはずなのに懐かしさが湧いてこない。なぜ懐かしさしか湧いてこない。そうだよね。懐かしさしか湧いてこない。なぜ、もっと隅々まで見ていたい。ここなら何時間でも飽きることがなさそうだ。 UFO の本にユーマの資料、あれが飛騨ゴーンか。なんだろう、この何とも言えない懐かしさ。立てかけてあったハンディカメラを一台手に取ってみる。手に馴染む、馴染む、馴染むぞ。おい、あまり物色するな。あ、すみません、つい懐かしくて。ついカメラを起動させていた。どういうことだろう。まるで体の一部のように、この見知らぬ部署の備品が馴染むなんて。懐かしい、バカを言うな、それは最新の備品だぞ。いえ、あ、そういったわけじゃなくて、どういったわけかは分かりませんけど。いぶかしむ目で守さんは僕を睨む。違うんだ、そんな目で見ないで。守さんならもっともっともっと、なんだ、ダメだ、思い出せない。ここにはきっと必ず僕の喪失した記憶に関する鍵があると思うのに。あからさまに迷惑そうな守さんをよそに、僕は特報部内にあるものを次々と手に取る。幸いサソリプロデューサーだけは何をやってもキャッキャと喜んでくれるので、僕もつい遠慮なく見て回った。 ESP カード、マヤ文明の本、古いビデオテープ、ノートパソコン、これは誰かが使っていたもののようだ。カエデちゃん、ノートパソコンはカエデちゃんか。 ESP カードってなんか予言のカードみたいになって、マヤ文明の本、古いテープは呪いのビデオかなんかかな。心霊とは違うのか。でもその時何かが視界の端に入った気がした。机の上に何かがあったような。なんだろう、何か、それが自分でもよくわからない。すみません、ちょっと確認させてもらってもよろしいでしょうか。確認、何を。ここをマテリアチェックするのか。待って、あ、ここだけね。あ、本命はここら辺のノートパソコンとかあるのかな。これって飛騨ゴーン、もしかしてこれ飛騨ゴーンなのかな。貫通にドラゴンボールのなんかスーパーサイヤ人4になる場合の金色の猿の金色じゃないバージョンなんだけど、カメラはこれのことか。これいいな、初めてだな、特報のこのキーラーとか触っていいのっていう、これ気になる。外しちゃった、そこじゃないな、小さくて社員証かなんか言ってんのかな、そこに。これ気になるんだけど、これ何、そこじゃないな。あ、これ反応ないんだ、めっちゃ気になるのにな。これはネッセイ、違う違う、机の上にあるのは誰かの入館許可書。ああ、それね、それを探せってことね。やだよ、飛騨ゴーン、こんないっぱい今までなんか探れなかったものがあるんだから。これじゃない、こんなものじゃない、こんなものじゃないとか言っちゃった。こんなものじゃないって言い方ちょっとひどいな。こんな気になるものいっぱいあるんだから。いや、こんな変なものじゃなくて、机の上を見ないと。変なもの言っちゃった。予定表、予定表、誰も書いてねえ、ダメだ、誰も書いてねえ。違う違う、はい、なんか気になるのいっぱいあるな。はい、こっちの仮面は、いや、こ、じゃあカメラ行ってみようか。カメラはなんかいそうだけどな。違う違う違うんだ。じゃあ UFO 外したかな。結構カーソル移動が大変。もっと薄いものだと思う。薄いもの、とりあえずパソコン。いや、モニターじゃない、もっと小さいものだ。やっぱいっぱいあるね、いっぱい、なんかこういうセリフ用意されてるね。
違う違う、うん、他はないかな。だいたい見た。これ誰かのメモ帳。違う違う、うん、これ UFO だな。これ宇宙人だ。グレイがいるな、ここに。違う、ち、うん、他にはないかな。 ULB ってなんだろうね。ずっと気になったけど ULB って何のことなんだろう。じゃあこの辺ちょっと外していこう。違う違う、ダメか。まあ入館書いくか。じゃあはい、入館書ね。はい。しかしこれは一体誰のだ。いや入館証なんだから、なんか写真とかついてんじゃない。ゲストになってるのかな。僕はそれをまじまじと見つめる。そこに書かれていた名前をじっと睨む。はあ、来たね。渡来楓とある。これは残ってんだ。ほう、ここまではなんか敵がよくわからんけど改変されてないんだ。楓ちゃんなんでかってかな。楓ちゃん、楓ちゃん、楓ちゃん、ちゃん楓、誰だ。思い出せないのになぜか名前を知っている。あの、これって誰のですか。拾い上げ、その入館証を特報の皆さんに見せてみる。あ、都会、都会楓。誰だっけ、アルバイトだったかな。都会、そしてみんなの記憶からも消えている。それ、渡来って読むのよ。んでも、どうだっけ、今はアルバイトなんて確か一人もいないよね。それ、どこにあったんだ。いや、目の前に。あ、あそこに。僕は特報の雑然とした机の上を指した。すると、まだ何か置いてあるのが見える。え、なんだ。ダブルマテリアルチェック、ダブルバージョン、ダブルソードレギオン。え、何か置いてある。このガラスのこれしか気になる。ノートか。その下にあったノートのこと言ってるのか。じゃあヒダコン。これヒダコンでいいんだよね。2回目じゃないでもないよね。なんだこれ。あ、ヒダコンで合ってんだこれ。ヒダコンは関係ないだろ。やっぱこれヒダコンなんだ。セリフ変わったな。ちょっと見てっか。ヒダコンなんだやっぱこれ。ずっと後ろにいたわね、ヒダコンって。だから、こんな変。ああ。ヒダコンだけ変わった。ヒダコンだけ変わったのか。ちょっと、コントロールが難しいんだよな。違う。入館許可証があったところに、気になるノートが見えないか。まあ、ノートですよね。そんな気はする。こいつ。違う。関係ないか。あ、汎用か。この子たちは判定がないよね。じゃあカメラも汎用かな。そんな感じだと。違う。そうだね。ってことは反応があった、さっき反応があったのは UFO か。 UFO って反応あったっけ。もっと薄いもんとか言ったよね。いや違う、紙は紙で間違いないけど。食べれない紙はなんだ。クイズみたいなんだ。UFO マウス、モニターが反応したか。いや、モニターを見てもしょうがない。違う、机の上だ。はい、じゃあもういいかな。ほい、外した。 OK か。そう、これは取材ノートだ。誰の、誰って。それは決まっている、決まっているけど、名前もわかるけど誰だ。またなんだろこの楓って子。首をかしげながら綾瀬もそのノートを手に取る。取材ノートというより正確には仕事メモか。特報部内での備品の位置、機材の操作の仕方、取材の心得、電話の対応法、いちいち丁寧だ。ほんとすごいいい子だな。こんなちゃんとメモ取ってやってたんだ。バイトだとしたらここで雇いたいくらい真面目な子ね。いやー、でも全然記憶にないわ。まあ、綾瀬の記憶はだいぶ改ざんされてるからね、いろんな人に。綾瀬の記憶はいろいろ入れたり出したりし放題だからね。バラリとめくりハッとする。そこには僕や守さん、綾瀬のことがいろいろと書いてあった。棚橋綾D カップみたいな感じとか書いてあんのかな。とか書いてあんのかな。几帳面な性格、真面目で優しい、頼りたくなるけどでもちょっと頼りない。ああ、これは僕のことだ。少し情けない気分になる。文字で起こされるとちょっとなんかいろいろ考えさせられるな。自分のことを話すのが苦手、何でも器用にこなせるけどでも不器用な人、可愛いところもある。なんだこいつ、失礼なやつだ。今のは守さんだね。でも守さんチラッとウサギ好きなんだみたいなこと言ってたよね。ちょっと自分のとこ話したよね。いい目してるねこの子、人間観察眼すごくあるよ本当。お調子者だけど芯の強い人、私もこんな大人に、こんな人になりたい。酒癖だけは勘弁だけど。はい。これ私職場で飲んでなんかないよ。本当か。19時過ぎたら飲んでいい職場なんじゃないか。ここは実はそういうとこなんじゃないか。浅野。あやせ。確かに観察眼はあるな。
大体職場から離れて飲みに行くでしょ、あんた仕事中にもかかわらず多分。首をひねる。ゴキ。誰だ誰がどうして。次のページでさらに息を飲む。そこにはなっちゃんって人のことも書かれていた。いくらなんでも気になって仕方がない。あ、なんだそれ。俺のこと何も書いてねえし、どうせ処分するし、欲しけりゃもっと言っても構わねえぞ。サソリについてはノーコメントなんだ。またすぐそんな。なんだろう、サソリプロデューサーのことそんなに書くことがなかったのか。そこかい。なっちゃんじゃなくてそこ、それとも書くのが嫌だったのか。あ、それじゃあお言葉に甘えて。なんで書いてないんだろうね、本当に。もしかするとここに何か僕の記憶を取り戻すヒントがあるかもしれない。お礼を言ってこのノートを受け取ることにした。うん、その時、あ、開けっぱなしの扉をコンコンとノックする何者かの姿があった。チカちゃんか熊崎か、境田ですか、ね、ではないだろうね。ああ、熊崎くんか。熊崎とも面識ありか。ああ、え、あ、部長、釘打ちに来たな。 すぐ戻るつもりが。なんかこいつ釘打ちに来たな。そこにはいつの間にか報道部部長の熊崎さんが無然とした表情で立っていた。いや、だいたい無表情だけど。うん、ああ、そうか、そうね。あのさ、熊崎くん、君んとこの子だろ。よかったら、うちにちょうだい。やっぱその展開にはなんの。なんかちょっとずらしながら第1話のオマージュが行われていくな。なんかすごいな、これ。いろいろずれてんだけど、いろいろなんか辿ってくね、同じような世界を。なるほどね、これがアトラクタフィールドか。収束されてんのか、いろんな世界が。なるほど。さあ、どっちだ、勝つか。収束されてんなら俺は特報に来ることになるんだけど。うわぁ。いや、それに対して断るための言葉は今の僕からはあまり出てこなそうにないんだけど。でもいいのか、報道部。それは僕の憧れた道なのに、こんなわけのわからないところに移籍なんて。部長。ともかく今はそんな場合じゃないだろう。油を売っていた言い訳をしてすぐにでも熊崎部長に謝らないと。あのさあ、熊崎か、局内で今一番波に乗ってるこの特報が、あ、直々に依頼しているんだよ。君の一存でそれに逆らえるの。ほんと調子乗ってんな、サソリは。いきなり脅しから入ってきた。ちょっとびっくりする。すごいな、でも熊崎のこの無表情な感じにこのノリで対抗できるサソリもやっぱすごいね。そこまでサソリプロデューサー、僕を買って、っていうか、特報って今そこまで局内で力があるの。どうだろう、経験少ない若手を将来の幹部候補に育て上げるためにもいいんじゃないの。お、お。サソリプロデューサーの態度は結構失礼なものだと。めっちゃ失礼だよ。とはいえ、それに対してそちらの激務は聞いている。しかし復職したての彼にはそれは酷というものじゃない。ああ、理的に返すな、理性的に。単純に断るというのではなく、それは僕へのいたわりの言葉だった。うん、それも確かに。いや、納得だよ熊崎君、君は部下思いだね。おお、なんかまだ引いてない感じがするぞ。当然のことだ、彼は優秀な俺の部下だからね。なんだこれ、取り合われてる。私のために争わないで。部長なら今度な、大原部長いいよ、くりょうくんだしな、りょうさんだしな。一緒に遊びに来ていいからね。ああ、一旦引くんだここは。おお、それにしては珍しいな、一旦引くんだ。はい、期せずして特報部と報道部2つの部門の上司から直々に高評価をされて、なんともくすぐったい気分になる。いや、特報部と評価は大したことねえしな、報道部っつっても熊崎だしな。これ素直に喜んでもいいことだよね。チカッチに相談してみようぜ。俺の彼女に、俺の女に相談してみようぜ。俺の嫁に相談してみようぜ。報道部に戻り、僕は今日の取材の内容をテープから起こし、一応取りまとめてみる。特報と他社の悶着はどうごまかすべきか。仕事に集中しているときは煩わしいことの数々を忘れない。だけど今回僕には少しばかり心ここにあらずなところもあった、うん、はい、じゃあ時間もだいぶ来てるので、一旦ここで休憩しましょうかね。なんで後ろのさ、モニターに映ってるやつはさ、直撃の相馬もあんなに丁寧に書き込んでたのにさ、これなんか適当だろ。ここの場面は適当だろ、モニターが多いから。疲れちゃった絵師の方、疲れちゃった。何なんだろうね、あの違い。謎だな。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。